話は後。ほら、エリナも急いで靴を履く。疲れもするわよ。だってエリナを起こすのって思ったより大変なんだもの。最初は体を揺すったり、頬を軽く叩いたりしてたんだけど、やっぱり起きなくてね。仕方ないから、布団を引き剥がしてエリナをくすぐってみたり、転がしてみたり、柔軟運動させてみたり、いろいろ試してみたのよ。とにかく起きればいいやって思って、笑い事じゃないわよ、まったく。あの子起こすのに1時間近くもかかっちゃうんだもの。明日からはもっと早起きした方がいいのかしら。おはようございます。みずき、おはようです。うささん、おはよう。
そのようですね。では、ナケミンです。え、こんな具合なのかな。何ひと事みたいなこと言ってるのよ。美咲くんもエリナを起こすいい方法を考えてよね。だけど、本当に大丈夫なの？念のために聞くけど、どんな方法？寝技はなしよ。エリナ、スカートだよ。もう、バカ。やっぱりバカ。怪我したらどうするの？そうね。
私ここで授業。早くもここでは今週2度目の授業なのよ。美咲くんはこれから？じゃあもう行かないと。そっか、もう2回目なのよね。美咲くん、どう？今日の3時間目、授業してみる？いいも何も、君、何しに来たわけよ。ホームルームでも毎日顔を合わせているクラスだし、なんとかなるでしょう。1984年、島根県高神谷遺跡から、それまでの銅剣の発見総数約310を上回る358本もの銅剣が一括出土しました。これまで島根県、出雲の国では青銅器はほとんど出ていませんでした。だから「日本書紀」や「古事記」の神話が出雲中心に書かれていることについては、これまで架空の物語だと考えられていたのですが、このことは出雲の実在性を高め、その上邪馬台国から大和朝廷へというこれまでの単純な図式では説明がつかない事態を生み出すことになったのです。末永教頭、興奮すると声大きくなるのよね。
言葉ですが。彼女たちは明らかに周囲の遠征たちの勉強の妨げとなっていました。授業妨害とは言いませんが、それに準ずる。末永教頭もいろいろと難しい立場だから。でもなんとなく見えてきたような。何ですか、特別な遠征って。そんなものあっていいのでしょうか。教師は全ての遠征に平等であるべきだと思います。ちょっとね。だって当たり前じゃない。教師が一人の教え子を特別扱いなんてできると思う？
さあ、私もよくわかんない。私、あの子に嫌われてるのかな。ええ、初めて顔を合わせた時もすごい形相で睨まれたのよね、私。さて、美咲先生はこのクラスではもう2度目の授業となります。そこで今日は美咲先生に授業をしてもらおうかと思うのだけど。では、美咲先生、よろしくお願いします。朝比奈さんは気分悪いから保健室に行ってます。Thank you.
中です。さっきの授業は何？まったく、女の子たちにいいように振り回されちゃって。あれくらいの質問は、簡単に切り返せるようでないと困るわよ。
次の授業は3時間目のようなことがないようにね。気持ち悪い声出して。何？突然敬語なんて使っちゃって。冗談はこのくらいにして。ああ、女組だし。でも案外、まんざらでもなかったとか思ってたりして。やっぱり若い女の子たちに囲まれて、キャーキャー言われれば、大抵の若い男の子はね。その程度の男だったってわけだ。にしては、ずいぶん鼻の下伸びてたわよ。ほんのり頬なんか染めちゃってさ、先生かわいいだもんね。
どうして私が君に焼くのよ。さあさあ、話してばかりいないで食べましょう。時間がなくなっちゃうわ。